春と日本語ポッドキャスト元気1 Chapter 10私の予定 My Plan。 どうもこんにちは、日本語教師の春です。元気ですか？今日は第10課ですよ。元気は少し難しくなりましたよね。皆さんの日本語の勉強はどうですか？今日も元気第10課のポッドキャストを聞いて練習しましょう。今日は私の予定について話します。私は今ニュージーランドのクイーンズタウンに住んでいます。クイーンズタウンは自然がとても綺麗で、街にはたくさんカフェとバーとお店がたくさんあって賑やかです。私はここに住むのが大好きですが、これは私の予定じゃなかったです。実は私はコロナの前、去年の12月に日本に帰るつもりでした。でもコロナはとても悪くなりました。私はすぐに良くなると思いました。でもコロナはどんどん悪くなりました。ニュージーランドにもコロナがありました。ニュージーランドの方が日本よりコロナの状況は良かったです。でもニュージーランドはロックダウンになりました。ロックダウンの時は誰にも会いませんでした。どこにも行きませんでした。つまらなかったですね。私の彼女は夏にフィンランドに帰るつもりでした。でもヨーロッパの方がニュージーランドよりコロナの状況が悪いので帰りませんでした。ロックダウンが終わって、今はニュージーランドにコロナがありません。今、ニュージーランドの状況は世界の中で一番いいと思います。12月の時、ニュージーランドのコロナの状況はとても良かったです。でも日本は前より悪くなりました。まあ、家族と友達が恋しかったです。12月の時はニュージーランドの生活の方が日本の生活より楽しいと思ったので帰りませんでした。次は多分すぐ日本に帰るつもりです。でも、まだわかりません。まだ決めていません。彼女はフィンランドで友達の結婚式があるので、すぐフィンランドに帰るつもりです。今の状況は少し複雑ですよね。今はたくさん予定が変わりますね。多分皆さんの予定もたくさん変わったと思います。どうですか？今、日本からフィンランドに行ってはいけません。でも私は今ニュージーランドにいるからフィンランドに行ってもいいです。ニュージーランドからフィンランドはとても遠いですよ。
ニュージーランドからドーハまで飛行機で18時間かかります。18時間ですよ。そしてドーハからヘルシンキまで7時間です。とても長いフライトですね。まあ、とにかく、多分ニュージーランドからフィンランドに行って、フィンランドの後、日本に行きます。日本で、たくさん日本の食べ物を食べるつもりです。毎日レストランで日本の食べ物を食べに行くつもりです。そして休日に友達と旅行に行きます。いやー楽しみですね。今は、まあ日本に帰るまでニュージーランドを楽しむつもりです。私はクイーンズタウンはニュージーランドの中で一番綺麗だと思います。日本に帰るまでこの街に住むと思います。Words and phrases used in this episode. 練習する to practice. 予定 plan. 前 before. すぐにSoon, どんどん gradually, 状況 situation. コロナの状況はすぐにどんどん悪くなりました。Situation of corona soon got worse gradually. 決める to decide. 複雑 complex. 変わるto change, 遠い far, とにかく anyway. はい、今日は私の予定について話しました。皆さんはコロナの前に何をするつもりでしたか？今は予定がありますか？コロナの後は何をするつもりですか？あなたの国の状況は前より良くなりましたか？よかったらぜひ YouTube や Instagram のコメントで教えてください。Thank you so much for listening. If you like this podcast,Please be sure to hit the subscribe button for more Japanese podcasts for beginners. Transcript is now available on my Patreon page. Thank you very, very much for your support. では、また次のエピソードで会いましょう。じゃあね、バイバイ。